バイカオウレンは金ポウゲ科の多年草で、梅の花に似ていることからその名がついたと言われています。熊野市上川町にある滝神社では、例年通り先月末から咲き始め、見頃を迎えています。白い花びらに見える部分は葉に近い萼で、中心にある黄色い部分が花です。木の根元や石垣など苔の生えた場所に群生し、毎年この時期になると可愛らしい花を咲かせます。神社を訪れた人が写真に収める姿も見られました。バイカオウレンの花は今月末まで楽しめるということです。